分から入れます。ちょっとやっぱ牙向いてきたな、マリオが。この辺からね。あ、よし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 、取る。ジャンプジャンプ。よーし、あら、絶対死んだと思った。あら、イエーイ、やったー。イエーイ、イエーイ、足つる。スタッフが怖い顔しとるもん。さん何そのオーバーフローって。ファミコンのスーパーマリオブラザーズ、うん、マリオの残機が130以上になると、はあ、強制的にマリオの残機がゼロになります。嘘で、そんなことないよ。試してみてください。だからもっとじゃあオーバーフローさせればいいかな、逆に。そうだよね。じゃあもう260機にしたらもう一回オーバーフローして元に戻る。知らんぞ知らんぞ。もうそうね、視聴者みんなほら嘘に決まってるってみんな言ってますよ。俺はもう忠告したからな。じゃあもういいよ、俺逆オーバーフロー見せるわ。じゃあもうこれタイムゼロまでやるわ。タイムゼロまで。そう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 、もう俺は俺忠告しましたからね。分かっていい、全然いいよ。これでマリオがミスした時にどういう反応になるかです。ものすごく気持ちいいね。楽しい気持ちですけれど、どうなるんでしょうか。大丈夫っしょ。オーバーフローの向こう側に行こうよ。どうする、これでオーバーフロー、オーバーフローで2億8000機になっとったらどうする。なんでちっちゃくなったの今。タイムオーバー、タイムオーバー。でもタイムオーバーで、あれ、オーバーフローしてないやん。イエーイ、みすけくんに勝った。勝利。すごい。本当に皆さんオーバーフローしませんでした。違う違う、マジでオーバーフローの向こう側行ってまた。勝利。すごい、何これ。みんな大人に勝ったぞ。